もし煙よし葛飾区のリサイクル清掃課が発行しているこういったエコライフプラザ通信っていう冊子があるんですけれども、この中にいくつかレシピを提供しています。そしてこの中から以前実地で実技の講習会を行いました。その時に評判が良かったこちらですね、カブの丸ごとステーキ、こちらについて実演してご紹介したいなというふうに思っています。材料です。カブですね。それと調味料として、お味噌、白味噌です。それと普通のお砂糖です。あとはカブを焼いたりしたりするときに、サラダ油を用意してください。はい、それではカブを切っていきます。この付け根のギリギリのところから少し、葉っぱの方を狙って切っていきます。そうすると、この間に、結構砂が溜まってますので、ここはしっかりと洗って、掃除しましょう。そしたらだいたい1センチちょっとの厚みで切ってくれればいいと思います。よいしょ、こんな感じで、4枚切りました。ではカブを下茹でします。あとでフライパンで焼くんですけど、側面焼けないので、ここでこの脇の皮面に火を入れるの。カブは火が入りやすいので30秒ぐらいで十分です。では葉っぱを湯がいていきます。下の方が火の入りが遅いので、先に下の方だけ。やけどに気をつけてください。葉っぱは一度湯がくことで青臭さみたいなのが抜けるので、食べやすくなると思います。葉っぱの方はすぐに冷やします。冷水にとって冷やします。水に当てて、冷えたらよく絞ってください。でよく絞った葉っぱを細かく刻んでいきます。葉っぱの方は少し横にも。はい、これで OK です。ではフライパンに油が大さじ半分ぐらい入ってます。火加減は中火ぐらいでしょうかね。かぶ下茹でして、ほぼほぼ火が入っていますので、あとはこれに美味しい色をつけるぐらいのイメージで焼いていってもらえたらと思います。ではいきます。
りたくなるかもしれませんが、美味しい色をつけるには頻繁に動かすよりかは少し待ってあげた方が色はつきやすいです。ちょっと油はこれ多めなんですけど、この後葉っぱを炒めるようで分もあるので、ちょっと油は普段何か焼いたりするときよりかは多めの油で焼いてます。ちょっと側面がこうやって色が変わってきたりするのって見えますかね。そしたらこうひっくり返してみてもらうと、こう焼き色がついてるので、ひっくり返してみてください。これなんかもうちょっと色乗っけてもいいですね。もし煙がもくもく上がって温度が高いなと思ったら、遠慮なくフライパンを火から外したりして温度調節をしてあげてください。火を消してこのままちょっと待ってみるのもいいと思います。じゃあ両面美味しそうな色がついたら取り出します。そうしましたら、この残った油で先ほど下茹でして刻んだカブの葉っぱを炒めていきます。今焼いてた火加減よりももう少し弱い温度の火加減で弱火で炒めてください。この持ってる水分を飛ばしながらしんなりさせていきます。だいぶ持ってた水分が飛んできました。くさっとするぐらいまで、炒めたら、ここに調味料を入れていきます。まず砂糖を入れます。砂糖を入れても水分が出るので、この水分を飛ばします。お味噌ですね。味噌を全体になじませてください。
全体が馴染むとこう少しディップのような、これでソースが出来上がりです。砂糖とお味噌が入ると焦げやすくなるので、そこだけ気をつけてください。よし。